さ、ねえ、高校卒業してる現に、うん、もう出来上がってるじゃん、人格ってほぼ、うん、変わんないよね、きっと。顔はね、すごい綺麗だけどね、うん、顔はすごい綺麗なんですよ、本当に、うん、あのブラジルとハーフなんですけど、うん、でも、なんか29歳、国際結婚してそう。え、絶対日本人と結婚すると思う。え、だってあんな自由奔放な人、結婚もらってくれる？できないよ、結婚。え、つらい、つらい。悪口。うん。なんか、一人の人となんかずっと一緒にいたりするの無理そう。わかった。一人っ子だ、ね、一人暮らしで、カエルを、そう、カエルと住んで。100匹ぐらい飼ってる。やだー、うわー、そんなに怖い、怖い、怖い。怖い、最近カエルに似てきたもん。本当に。え、カエルに似てきた。カエル、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 カエル。もう、滑舌悪いの、しっかりしてくれよ。カエル。カエル、うん、そう、似てきたと思う。へぇ、皆さんも予想とかなんか書いてくださいね。仕事をしてなさそう。うん、え、なんかさ、自分の気分が乗った時にモデル活動してそうじゃない？あー、そんなバリバリやってなさそう。なんかハワイとかに住んで国際結婚してそう。ブラジル観光大使だって。ぜひ、お願いします。なってたら感激。確かに。ミケはフリーターとかある。格闘家っていうのちらほら出てくるんだけど、なんで、ほら空手やってんじゃん。あ、そっか、うん、じゃあミケはそんな感じ。じゃあミケはフリーターということで。じゃあ続いてサトルのレナ。あー、レナちゃん。あー、レナ。じゃじゃん、レナちゃんか。26歳。あー、26歳、26まだ26か。じゃあなんかまだ全然アイドルとかしてそう。全然まだアイドルしててもおかしくないよね。どうだろう。してない。でもさ、やっぱ、サトルなんてずっとアイドルになりたくて、やっとアイドリングに入ってアイドルになれたっていう子だから、卒業してまたどっか違うグループ、乃木坂とかに入っててほしい。乃木坂とか入っててほしいんだけど。すごいリアルな話、うん。ちょっと仕事で追い込まれて、病んで、閉じこもってそう。最低最低。そんなイメージなくない？え、なんか、逆に仕事ってなりすぎちゃって途中で。あ、ストイックだもんね。そう、追い込まれて、病んで、こうやってなってそう。やめてくれよ、そんなまだ予想だからね、予想。そう。うちらの予想が当たるといいね。いやいや、確かに。それはその通り。ごもっともだ。みんなは？なんて書いてある？サッカー選手と熱愛だって言ってるんだけど、ちょっとそういうのリアルじゃん、なんかむしろ私がそうなりたい。やめて。面白い。でもやっぱり現役でアイドルでいてほしいってあるね。まあね、そうだったらいいですね、皆さん。超一言。じゃあ続いて誰だ？ルカピョン。妹じゃん。え、はい。でもまだ25。あ、でも25か。でも25か。梅子と酒井さんと同い年。今のはね、梅子と酒井だよね。まだ全然未来あるじゃん。これからじゃん。25、ルカピョン。すごい想像つかない。え、お姉ちゃん的にどう？なんか大人になれない気がする。なんかもう大人になってる姿が何にも想像できない。じゃ逆にどうなってほしいとか。どうなってほしい。超地味。でもなんかカイピョンが入ってきた時もカイピョンが大人になるって想像全然つかなかったの。え、本当ですか？でも今もうちゃんと大人だから、なんかそういう感じで意外にルカピョンもちゃんと大学とかまで行くのかなって最近思ったの。でも性格が本当に違うんですよ。確かにね。まあ確かにね。だからなんかちゃんとしげできなそう。え、でも近くカイピョンやルカピョンの方がちゃんと生きてそうだけど。待って、なんでよ。でも物事に対してはっきりしてんじゃん、すごい。そうだね、はっきりはしてるね。だからそう。え、でも身長は体抜かされると思うんですよ。今伸びてるもんね。私も追い抜かれる。体あんまり伸びてないから抜かされそう。カイピョンどんくらいなの今？161なんですけど。あれはお姉ちゃんは？お姉ちゃんとか66とか多分。あれ結構高いんだ。そうなんだ。え、まだある。どうなるかな、ルカピョン。伸びると思う、多分。うち3姉妹で、カイピョンと一緒なんだけど、
か、真ん中私一番上なんだけど一番ちっちゃいの で、ね、三女が一番大きいの背が。そっか、なんだ、え、じゃあ伸びるのかな。でも伸びるよ絶対。今何センチぐらいなんだろう。今私もそろそろ抜かれるから多分154ぐらいあると思うよ、うん、すごい。でもちっちゃく感じるねやっぱね。細いし足細いよね、うん、どうやってお尻に接続されてんだろう。それは普通に接続されてる。じゃあ次次行こうか。関谷この関谷面白くない、ね、この関谷面白いよね。私もちょっと思ってたんだけどそれ。確かに、なんか、え、私一回友達にこの子誰って聞かれたことがあって、うん、あ、一番はあの新しく入った子ですって、男じゃないのって言うから、失礼だけど、失礼だけど、ちょっと男顔じゃん、ちゃんとしてますよね。でも確かにはっきりしてるから、そう、確かに、あ、宝塚、そうそう。え、どうなってるかな。関真由は29歳。え、関谷も29歳。え、でもなんかアイドリングが卒業したら、うん、関真由とフル真由とかなんかダブル真由みたいなのでなんか歌とかなんかやってほしい。あー、でも私リアルな話をするとそこ事務所一緒じゃないからやんないと思う。だって有名な。本当にやってほしい。あ、でもミュージカルしそうってある。あ、歌のお姉さん、ミュージカルとかありそう、うん、歌のお姉さんはなんかお姉さんじゃないよね。お兄さん。いや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 。体操のお姉さんとか。体操のお姉さんやってた。歌も体操もできるじゃん。いや、意外とスポーツ選手とか。逆やさ。でもさ、あのさ、セリナの、あ、リリーベからセリナの卒業ライブフェスってさ、3週間ぐらいずっとさ、うん、踊ってたじゃん、うちら。誰よりもさ、体がアスリートになったよね。いや、どんどん。いやね、ちょっとね、関真由って、本当は文庫した方がいいと思うんだけど、私と、うん、あのいろいろね、性格とか、確かにね、そう、やる気とかね、誰がやる気や。いや、マジで本当弾いたのがリハーサル中に、 いやもう弾くよ。だって8時間ぐらいリハーサルした後に、うん、いやこのあと21時からレッスンなんですよって言われた時はお前バカじゃないのって言ったもん。いや、びっくりしたよねそれ、うん、言ってた。私もそれはね、ちょっと弾いた。この子の体どうなってんだろうと思って。いや、なんか寝ない方、寝ないって言うじゃん、しかも。なんか寝るのがもったいない。なんか、早死にしないようにいっぱい寝てほしい。確かに。だってお風呂もさ、タイム測って3分とかで出てくるんでしょ。いやね、たぶんあいつ臭いですよ。本当に面白い。その3分の間のさ、なんてさ、半分ぐらい足洗ってるでしょ、絶対。見たい、見たい。あの、カメラ設置したい。ダメダメ。女だからそのお風呂に設定したらいいか。でも1日にちょっと密着してみたいよね。したい、密着。ね、やってきてじゃん。え、やってたいぐらいで。しかあの、V で見たい。私も V であのコメンテーターだから、カメラやりたい。カメラもやります。カメラもやりたい。同じメニューこなしたら絶対ついていけないよね。いや、無理っしょ、筋トレとか。ね。うん。1日100回とかしてるもんね、腹筋。いや、もうダメだね。すごい。じゃあ、きっとアスリートですね。アスリートかな。じゃあ、次は。車湯？振る舞いだ。え、振る舞いもなんかタレントやってそう。振る舞いは25でしょ。 26、うん、全然芸能界に生き残、誰よりも生き残ってそうって私は思う、メンバーの中で。ああ確かになんかバラエティーとか出ないかな。バイク屋ついでそう。ああなるほど。なんかさ、お父さんのバイクで雑誌とかドラマとか出てほしい。ああね、顔も綺麗だからなんかちょっとそういう役合いそうじゃない。確かに、このスラッとしたままね、大きくなってほしいよね、なんか、うん、身長ね、ね、今さ、あのちょっと女っぽい体になろうとさ、一生懸命食べてるよね、お肉。あ、そうなんだ。へえ。あなたと逆で一生懸命ご飯食べてるよ、今太るために。わあ、逆だ。いやでもさ、多分それを続けてたらマジで太ると思うね。一気にボーンって、マジで。私も昔は細かったから。確かに。え、ウソだ。で、本当に昔は細かったよ、めちゃめちゃ。中学校の時とか、あれバレエとかなんかだったんだよね。そうそう、だから足とかも超まっすぐで超細かったのにこのざまじゃん。どうしたの。え、どうしたの、どうしたの、なんで。多分あの、正直さ、触るみたいに、あのアイドリングってさ、やっぱ一
ぱい差し入れとかさ、うん、もらえたりとか、やっぱご飯も出るじゃん、うん、食べんじゃん。いや、ほんと太る。カイブ太ってないけどね。え、いや、だから4期生ほとんど太ったもん。4期生は見事にみんな太ったね。うん。